はいどうも、ケンケンです。お願いします。はい、なんと今日からですね、日本一周開始です。イエーイどうよ、どんな気分よ。やばい。実感湧かない。実感が湧かんな。もちろん群馬県からね、スタートっていう風に告知してたと思うんですけど、群馬スタートなんで、ちょっとね、僕らずっと群馬にいるもんだから、そこまでの実感がね、まだ湧かないんだけど、まあかなり楽しみというか、まあテンションはね、上がってるよね。明日からずっとこう旅を続けられるっていうね。今までさ、旅行行った先で、あ、もう明日終わりや、みたいな。ずっと。そうだね。あと何時間でも帰んなきゃとかね。まあ帰り道の、運転とかも考えてさ、結構嫌な感じになっちゃうんだけど、まあ、そういうのをさ、ありがたいことにこう、なくね、旅を続けられるようになったっていうのはね、ほんと皆様のおかげでございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ということでね、日本一周初日ということで、昼間、まあちょっとまだ明るいんだけど、遊びに行ってきてます。この後がね、日本一周最初の車中泊になります。楽しみ。もう最初の日の夜よ。これはちょっと記念すべき夜になると思うんだ。めっちゃはしゃいどるやんか。そしたら旅のスタイルっていうのはご説明させてもらったと思うんですけども、拠点化で行くわけね。拠点を1週間例えば取ったら周りの観光地回って、次の拠点に移る。で、また回る。で、これの繰り返しで旅をしていくんだけど、最初の拠点、これの発表をさせていただきたいと思います。お願いします。はい。最初の拠点はですね、なんとこの RV パークを、日本で初めて考案された方がいるパークです。ここがすごいなんか記念すべきそうなんですよ。記念すべき一発にふさわしい。しかもよ、そこの企業さんがなんとフィールドライフさんなんですよね。フィールドライフの福島社長がこれ考案したんだ、実は。知らなかった。そうなんだよ。僕もねちょっと調べていくうちに知ったんだけども、そこで偶然僕がさ、ここのビルダー製のバロックを買って、まあ主に RV パークを使った日本一周をしていくスタート地ってもうここしかないじゃん。もうとっておきだね。もうここしかないでしょ。こんな偶然ある。すごいね。ねえ、僕はまあ群馬に住んでたからってのもあるんだけど、なんと RV パーク考案した方の運営しているビルダーさんで運営している RV パーク。すごい。に、そこで買ったバロッコで最初の一日を過ごす。運命感じる。これ運命感じるわ。これすごいことだと思うんですよ。まあそんな感じなんで、かなり僕ちょっとテンション上がってます。で、ちょっともう夕方なんですけど、この後チェックイン、済ませてきて、あとはこの RV パーク伊香保を僕が簡単にご紹介させていただきたいなと思いますので、よろしくお願いします。で、ご紹介し終わったら、あれか、近くの温泉あるから。そこ行って、ね、あとスーパーでご飯買ってね、これもだから初の車中飯ってやつじゃない？このバロッコでね、何食う？焼き肉。待って。ダメだ。初日でもうすごい匂いになっちゃうじゃん。だからそんな感じでね、RV パークの方見ていきたいと思います。じゃあ、やまめはなんか支度しててもらって。はい。じゃあ俺はね、RV パークのチェックインの方していこうと思います。お願いします。はい。じゃあ行こう。もちろん中古車の中もね、このように実際に上がってね、いじったりできますよ。そしてなんとね、偶然にも僕のオフ会に来てくれたそら豆さんもたまたま RV パークの利用で来ておりました。こんにちは。偶然来ちゃいました。そう、たまたまびっくりしましたよ、僕も。本当に私も。はい、それじゃあね、チェックイン済ませてきました。チェックイン時では受付の方でこちらの RV パーク利用申請書を書きます。まあ書き方は簡単。お名前、車種、ご利用日、住所、それから電話番号、利用人数と、でこの右下なんですけど、利用者によって料金が変わります。で基本的にはこの一般の2000円っていうところなんですが、その隣がね、車旅クラブの会員が1800円、プレミアム会員になると1500円、そしてこの顧客っていうところなんですけど、フィールドライフさんでお車を購入された方に関しては1泊が1000円になるんです。これはね、安い。1000円って結構安い部類に入ると思います。そしてこの記入が終わった後は注意事項、利用規約をいただきますので、これはまあしっかり読んでね、ルールを守って利用していくという形になります。まあ簡単にね、ご紹介させていただきます。お店の営業自体が18時までになっておりますので、15時、18時でチェックインするような形になります。そして翌朝のチェックアウトは10時までに行ってくださいということです。そしてこちらで提供しているサービスなんですけど、チェックインチェックアウトまでのこのRVパーク車両スペースの確保ですね、それから運営時間内のダンプステーションの利用、まあトイレ関係の処理なんですけど、ブラックタンクのダンプは別料金1000円、カセットポータブルトイレなどは無料で行ってくれます。でここの RV スペースの6台分全てに電源が使えるようになっております。全てに1個ずつで、しかもそれは利用料金込みなんで、別途いくらとか払わなくていいんですよ。なんでまあ2000円で込み込みの料金になっております。加えてゴミ処理の方も込みになってますので、本当2000円で電気とゴミ処理を利用することができるということでね、かなり太っ腹だと思います。まあゴミの種類によってはなんか処分に大変なものとかは処分代を請求することもございますということで、一応ねこういう形で注意書きは書かれております。あとは宿泊中のトイレの使用ということで、こちらめちゃめちゃ綺麗なね、ウォシュレット付きトイレが設置されておりますので、快適に利用できるかと思います。で禁止事項なんですけども、ここの当施設の無断使用、直火、花火の禁止、展示場内の展示車両などはみだりには触れない、まあお声掛けくださいねっていうことですね。そして夜間の騒音、カラオケ、エンジン、発電機など他のお客様の迷惑にかかる行為は禁止、未成年のみの使用は禁止、その他当社担当者が禁止と認めた事項で、薪ストーブは危険が伴うので使用は関わり員がいる時間のみとし、夜間のご利用は控えてくださいと。でね、さっきね外をこうやって撮らせてもらってたんですけど、ご覧になって分かったと思いますが、こちらRV スペース全て芝生なんですよ。芝生の上に車を入れて、なおかつ区画が広いのでオーニングとかね、テーブル椅子を出してくつろぐことができます。この広さっていうのはね、結構あったりするんだけど、さらに芝生っていうところね、ちょっとやっぱオートキャンプ気分も味わえていいんじゃないでしょうか。そして RV パークのこのスペースの全体の四隅にね、でっかい常夜灯が立てて照らしてるんですよ。なので夜間も結構明るめで、夜トイレ行く時とかもね結構安心です。でまあキャンピングカーユーザーであればね、軽くメンテナンスなんかもこうお願いしたりとかもできますし、中央のガゼボでね、薪ストーブやら、まあ夏はね麦茶とかクーラーもついておりますから、結構ねこう至れり尽くせりな設備が揃ってるんじゃないでしょうか。そしてお風呂なんですけども、ここから 1.3 キロほどのところ、車で3分ぐらいのところにですね、花湯スカイテルメリゾートさんという場所があります。入浴は大人1人600円からとなっておりますので、今日はこの後そこの温泉に行ってから近くのスーパーで食材を調達して車中飯とさせていただきたいなと思います。ちなみにこの施設の横がね大通りになってるんですけど、もうインターがそこなんですよ。なんでインター降りてすぐここにも入れるし、まあ出てからすぐ遠くに移動するのも可能だし、近隣をね観光したりもできますね。今挙げたところはね、だいたい5分以内で全部着きますので、結構立地的にもいいですよね。はい、そんな感じでね、電気もゴミも込み込み2000円、僕の場合はねバロックを買ってるので1000円で泊まることができます。それではね、チェックインが済みました。結構時間もね夕方になってきてるので、そろそろね温泉の方に向かっていきたいと思います。それじゃあ行ってきます。